皆さんこんにちは。人気番組ザカラオケバトルで注目を集め、デビューシングル会いたいは15万枚以上の売り上げを記録する林部聡さん、極秘結婚の妻の正体に言葉を失う。今日は林部聡さんのことについて紹介します。まずは林部聡さんの経歴とプロフィールから紹介します。林部聡は日本のシンガーソングライター、ラジオパーソナリティ、山形県新庄市生まれ、山形市育ち、バスケットボールの強豪校への進学を考え、高校受験をするものの失敗し、一浪の末に山形県立山形南高等学校に合格、バスケットボール部に所属し全国大会に出場、山形県の国体選手になるなどの結果を残している。高校卒業後、鶴岡市庄内看護専門学校に入学、在学中にうつ病を経験し、看護師を目指すのが困難になり引きこもり生活となる。中退し、アルバイトをしながら放浪の旅を続ける。北海道礼文島のホテルで働いている時、友人に、その声で歌手を目指さないのはおかしい、と言われたことがきっかけとなり、音楽活動に専念することを決めた。ESP ミュージカルアカデミーボーカルコースに入学し上京。新聞小学生として懸命に働き学業との両立を図る。スクールでは首席を収めていたが、数あるオーディションに合格できず、卒業後の歌手デビューは叶わずにいた。一度は歌手になることを諦め、東京ディズニーシーでキャストとして働くが、テレビ番組ザ・カラオケバトルからオファーがあり出演。これを機にボイストレーナーの仕事に就き、今一度歌手を目指す。ザ・カラオケバトルではなかなか優勝できずにいたが、2015年1月に今回優勝できなければ今後の出演を辞退する覚悟で挑み、初優勝、その後も優勝を重ね、2015年の年間王者を決める大会で番組史上初となる予選決勝連続100点満点を叩き出し完全優勝を決めた。翌2016年の年間王者にも輝き連覇している。そんな林部聡さんはご結婚はされているんでしょうか。調べてみましたが、林部聡さんは現在ご結婚はされていないようです。2023年現在35歳の林部聡さん、普通ならばそろそろ結婚を考える年齢かもしれないんですが、現在もシンガーとして活躍する林部聡さん、ツアーになれば全国を飛び回らなければなりませんし、なかなか結婚を考える暇はないのかもしれませんね。そして芸能人である林部聡さんならば、40歳くらいでも結婚相手に困ることはないでしょう。ということで、林部聡さんの結婚は当分先と予想します。林部聡さんが自身の好きなタイプの女性について具体的な話をしたことはないようです。ただ以前にインタビューで、もし歌手になっていなかったら、という質問に対し、普通に考えたら直前までやっていたボイストレーナーだったと思います。歌に出会っていなかったら喫茶店やバーのお店を出したいなと思っていました。それでもやっぱり音楽で溢れるような、と音楽にかなりこだわりがあるようです。また林部聡さんはアニメが好きで、ソードアートオンライン、進撃の巨人、日暮らしの泣く頃になど結構マニアックなアニメもチェックされているようです。ここから予想できる林部聡さんの好きなタイプは、音楽に関わっている女性、アニメなどサブカルも好きな女性、具体的にはアニメの声優さんやアニソン歌手などが当てはまるでしょうか。林部聡さんの奥さんがどんな方なのか楽しみですね。林部聡さんは以前にご自身のブログで結婚願望について語ったことがあるようです。現在はそのブログは消えてしまっているんですが、ツイッターの反応から林部聡さんには結婚願望があるようです。そしてツイッターでのやり取りを見る限りでは、2013年当時には彼女はいなかったようですね。林部聡さんがご結婚をしていないため、当然ながらお子さんもいないと思われます。万が一林部聡さんに隠し子発覚なんてことになったら、すぐに情報を更新していきます。林部聡さんの彼女も気になりますよね。調べてみましたが、現在彼女がいるという
確証のある情報は見つかりませんでした。林部聡さんは、ユキという飼い猫を溺愛しているそうです。現在はユキちゃんが林部聡さんの彼女まと存在なのかもしれませんね。林部聡さんの過去の元カノを調べてみると、熱愛の噂が見つかりました。そのお相手は木月みなみさん。林部聡さんが世に出るきっかけとなった、ザ・カラオケバトルでは初の10回優勝を成し遂げた絶対的王者ですよね。林部聡さんは当時、ザ・カラオケバトルでのライバルを聞かれ、木月みなみさんですね。皆さんライバルですが、プロの方が背負っているものは、間近で見たり実際に経験してみて、想像以上でした。その中で結果を出すのはすごいなと、城南海さんをバリバリに意識されていました。それもあってから、視聴者の間では、この二人、怪しい城南海と林部聡は付き合っているのでは？などという噂が流れたようですね。ただ、二人の熱愛に関しては、これ以上情報は存在せず、その後の進展も一切ありません。ということで、木月みなみさんとの熱愛は視聴者の間での噂だった可能性が高いですね。また、林部聡さんのデビューシングル、会いたいの MV で林部聡さんの恋人役を演じたモデルのリルムさん、そしてフォースシングル、恋衣の MV に出演したモデルのニキさん、などとも熱愛を噂されましたが、これに関しても根拠のあるものではないようですね。今回は林部聡は結婚してる？相手の嫁や歴代彼女との熱愛も調査。ということで、シンガーの林部聡さんの結婚、恋愛について調べました。林部聡は結婚していない。林部聡の現在の彼女はゆき。林部聡は以前にシンガーの木月みなみと熱愛を噂された。木月みなみとの熱愛はただの噂話の可能性が高い。2022年にはツアーも予定されている林部聡さん。今後の活躍も楽しみですね。それでは、お読みいただきありがとうございました。林部聡さんって知ってる人は知ってますが、知らない人は知らない当たり前ですね。林部聡さんが大好きな人って、単純に歌声が好きなだけじゃなくて、ファンの人を大ごとにしてくれるのもあるようです。例えばコンサートがあるときは、ファンの人がゆったりと座れる会場を用意して、老若男女と誰もが楽しめるように、配慮してくれたこともあったようです。確かに変な会場だと、隣の人の距離が近すぎて動くたびにぶつかって、あ、すいません。みたいな感じになって楽しめないですよね。そして、林部聡さんの優しさはファンだけでなく、サポートしてくれるスタッフにも向いています。イベントが成功できたのは俺のおかげ。みたいな俺様な雰囲気がなくて、私が歌えるのはスタッフの皆さんのおかげです。感謝しています。というくらいの人物なんです。なぜ？と思いますよね。林部聡さんは高校時代にアカペラグループを結成し、路上ライブを行っていたので、すでに歌手としての実力は持っていたのです。自分探しの旅をしている時に、友人からのアドバイスで歌手を目指すようになり、テレビ東京系のカラオケバトルに出演し、なんと2年連続で優勝したのです。そして歌手デビューし現在に至ります。気になる結婚ですが、調べてみたところ結婚されたという情報は見つかりませんでした。ウェディングプランナーおすすめの曲に林部聡さんの名前がありましたし、結婚披露宴で歌ってきました。という林部聡さんのツイッターの投稿があったので、林部聡さんが結婚された。なんて誤解が生まれたのかもしれませんね。あと彼女の存在も確認できていませんが、あのイケメンに彼女が本当にいないの？と疑問に思っているので、引き続き調べてみたいと思います。自身で好きなタイプについて具体的に話をしたことはないようです。以前インタビューで、もし歌手になっていなかったら？という質問に対して、普通に考えたら、直前までやっていたボイストレーナーだったと思います。歌に出会ってなかったら、喫茶店やバーのお店を出したいなと思っていました。それでもやっぱり音楽で溢れるようなと話していました。やはり音楽がかなり好きでこだわりがあるようです。SNS の情報によると結婚願望はあるようです。しかし、
具体的に何歳までに結婚したい、理想の結婚相手などは公表されていないようですね。林部さんの過去の熱愛事情を調べてみました。そのお相手は木月みなみさん。林部さんがデビューするきっかけとなったザ・カラオケバトルでは初の10回優勝を成し遂げた絶対的王者です。林部さんは当時インタビューをされた時に木月みなみさんをかなり意識していたようです。そのことからネット上では2人が付き合っているのではという噂が流れたようですね。その他にはモデルのリルミーさんやモデルのニキさんとの熱愛も噂もありましたが、どちらも根拠のある情報は得られませんでした。林部さんの結婚相手について調べましたが、そのような情報は見つかりませんでした。熱愛報道があった方々ともその後の進展はないようです。現在の年齢からそろそろ結婚も考えられているのではないかという噂もあります。これからの報道に注目したいところです。林部さんの実家は山形県、5人の家族がいるようです。 SNS の更新もあまりなく、プライベートの多くは世に出ていない状態のようです。飼い猫とのショット写真はたびたび見ることができますが、自宅はどのようになっているのか気になるところです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。